この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。激辛スターチャンネル、皆様いかがお過ごしでしょうか。麻生由紀です。かんちゃんこと神田茂雄でございます。はい、今週私たちは愛知県稲沢市祖父江町のカラオケ喫茶優香にお邪魔いたしました。はい、そうですね、もうおなじみとなりました。3回目ね、はい、そうです、はい、マスターの伊藤特勤さんとママの伊藤ひとみさんです。はい、よろしくお願いいたします。ね、あの神田さんもさっき言いましたけれども、はい、うん、こちら優香にお邪魔するのは3回目なんですね。3回目すごいですね。ということはそれだけ歌の大好きな方が私は多いのかなと思ったんですが、はい、それはもうマスターとママ見る感じで ね、そうですね、はい、もう3回になります。皆さんこの激辛スターチャンネルに出るっていうことで日々一生懸命練習しております。今日はきっと練習の成果を発揮していただけると思います。はい、ママのひとみちゃん、はい、もう激辛の大ファンの皆さんが今日も元気いっぱいに歌っていただけると思いますということですね。はい、はい、それではいよいよ激辛スターチャンネルスタートです。じいちゃん、いつものとこ行こう。うん、一緒にゲーム、一緒にご飯、一緒に天然温泉、また来ようなこんにちは。上海屋四日市店です。いろいろなメニューがあるんですね。はい、チャーハン、担々麺、トンテキをはじめおすすめメニューがたくさんあります。上海屋四日市店でお待ちしてます。家は構造材の強度が一番重要です。いい材料を十分に使ってしっかりと施工しなければダメなんです。私が責任を持って自信に強い頑丈な家をお作りします。